無線執法の技法を取り入れた、菊花文章付きの1890年から1900年頃の作。ハリリコレクション像。10日は創除明治43年2月9日は、日本の執法家東京を中心にして、活躍、無線執法による、絵画的表現を特色とし、京都で活躍した、並川康幸と共に二人の並川と並び表された。 東川宗介は1847年に、下宇佐国鶴巻村で農家の自慢として生まれた。その後に、陶磁器等を扱う貿易商となったが、1877年に、開催された第一回内国官業博覧会を、観覧して、尻尾の魅力に目覚め、すぐに、尻尾家の道に転身した。同年中に、塚本海助ら終わり尻尾の職人たちを要する、 東京仮名度にあるドイツのアーレンス商会の疾法工場を買収し2年後の1879年には革新的な技法となる無線疾法を発明した機械工業が未熟であった当時の日本にとって伝統工芸品の輸出は貴重な外科獲得手段であり明治政府は当時の欧米で頻繁に開催されていた万国博覧会を 伝統工芸品を輸出するための格好のショーケースと位置づけていた。東川はこの流れに乗って国内外の博覧会に自らの作品を出展して数々の賞を受賞した。ごく一部を取り上げるにとどめるが、1881年に開かれた第二海内国官業博覧会では名誉金牌を 1883年のアムステルダム万博と1885年のロンドン万博では金牌を、1889年に開催されたパリ万博では名誉大賞を受賞している。1887年にはアーレンス商会と同じくオワリ尻尾の職人たちを要していた名古屋の大日本執法製造会社の東京分工場も買収した。 1896年6月30日にはその優れた総意と技術が認められ、提出技芸員に任命された。執法の分野で提出技芸員に任命されたのは、東川と並川康幸の二人だけである。名字の読みが同じ二人は国内で東京の東川、京都の並川と称され、その名声は海外の美術愛好家にも知られていた。 胃腸病により平塚の別荘で静養中、官房から肺炎となり、1910年2月9日に死去。東川宗介の銀星徹原疾法を、東川の作品の特徴は、無線疾法という革新的な技法を採用している、ことである。従来の有線疾法の制作においては有役を指す、彩の色の間仕切り剣図柄の輪郭線として、 金線や銀線を利用していて、これが作品の図柄を引き立てる役割も担っていた。一方、無線尻法では、最終的に釉薬を焼き付ける前の段階で、あえて食線を取り外している。これにより図柄の輪郭線がなくなり、それぞれの釉薬の境界で釉薬が微妙に混ざり合う、ことで微妙な色彩のグラデーションが生まれ、写実的で、 立体感のある表現や柔らかな表現を生み出すことが可能になっている。また、一つの作品の中で、優先し法と無線し法を使い分けることによって、遠近感や水面に映る影を表現することにも成功している。作品の図柄には、日本画的なものが多く、柔らかな無線し法の表現と調和するためか、乳白色等の淡い色彩の地のものが多い。 また、宮内省から多くの作品の注文を受けており、明治天皇から外国洋人へ送られた贈答品の花瓶には1680票菊門がデザインされている。東川が手掛けた代表作には、宮内省から制作を依頼された赤坂芸品館の課長の間の壁面を飾る七宝課長図30額がある。なお、依頼にあたっては、 並川康幸も候補に上がったが、無線疾法の作品の表現が、課長の間の雰囲気と合うという理由で、東川が選考されている。2009年には、疾法課長図30学も含めた赤坂芸品館が、国宝に指定されている。もう一つの代表作が1893年のシカゴ万博に出展して高い評価を得た、疾法不学図学で、 2011年に重要文化財に指定されている。花瓶や小箱等の東川の執法作品の多くは輸出用や海外用人への贈答用に作られたため国内にはあまり残っていなかったが現在では明治期の工芸品の買い戻しと収蔵に力を入れている清水三年坂美術館等で見ることができる。万年寺名称江戸時代の機械式の桶時計の 傑作として有名な万年寺名章の執宝台座は、東川宗介の作である。1851年に田中久枝が万年寺名章を完成させた当時は、台座の六面は、ブリキ製で執宝の装飾は施されてはいなかった。初代久枝の没後、1884年に二代目。 久さしえの依頼により大修理が行われ、この時六角形の台座の側面六面に、尻尾の装飾が施された。修理を終えた万年寺名称は、我が国初めての時の記念日にあたる1920年6月10日に、お茶の水の東京教育博物館で開催された、字の博覧会に出品された。六面には、それぞれ日本画で、岩礁、波、 草木などとともに、カメ、鳥、太鼓、ウサギといった動物が描かれており、現在は東京の国立科学博物館で見ることができる。2004年には国立科学博物館と東芝の共同で万年時計の復元、複製プロジェクトが発足し、七宝台座などの装飾を含めた複製品を完成させている。複製品は東芝未来科学館で見ることができる。 ありがとうございます。